尾崎元次郎から1945年1月9日は日本の政治家、実業家、衆議院議員、貴族院議員。現在の静岡県静岡市出身、尾崎伊兵の長男。1890年、静岡県立尋常中学校を卒業。日清戦争、日露戦争に従軍し、陸軍不評隊員に上る。退役後、茶業。 林業の経営を行い、静岡銀行監査役、静岡地方森林会議員、静岡市進平会,会長、静岡県完全会理事静岡市消防組頭などを務める。1912年5月の第11回衆議院議員総選挙に、静岡県静岡市区から出馬し当選。1917年4月の第13回総選挙まで当選し、 連続3期を務める。政党は中正会、成功クラブに所属した。その後、静岡市教育会長、静岡聖華女学校長、静岡市茶業組合長、静岡モア学校理事長、富士聖茶社長、静岡貯蓄銀行討取35銀行取締役、第2次静岡銀行取締役、静岡35銀行取締役、 静岡市在京軍人会長、静岡市商工会議所会頭、帝国森林会理事、静岡市警防団長などを務める。また、静岡ボーイスカウトの前身といえる、静岡少年団を創設し青少年の社会教育にも尽力した。1925年9月、貴族院多額納税者議員に選出され、同和会に属し1932年9月まで活動した。 1935年10月、静岡市名誉市長となり1938年6月まで務めた。また、1942年10月に再び市長に選ばれて名誉市長として最終し1944年8月まで静岡市政を担当した。ありがとうございます。